からおじいちゃんおばあちゃんが遊びに来てくれてるよ。ねえ、だから今日はおじいちゃんおばあちゃんと一緒にご飯を食べたりお買い物に行ったりして、その一日に密着するよ。そう。今日ね、ゆのちゃんは今お家でゲームしてます。ね、先に二人でお買い物に行くよ。よし、じゃあレッツゴー。ゴー。さあまずはケーキ屋さんに来たよ。わあ！今日はね、でもお誕生日当日じゃないから、当日は大きいケーキなんだけど、今日はちっちゃいケーキを買って帰るよ。ね。どんなケーキあるかな。楽しみだね。猫ちゃんのケーキ。ねえ、見に行こう。あ、なんかここ行ったことある。行ったことあるね。ケーキ屋さんに到着。つむちゃんどれにするか迷ってるよ。店内には七夕の飾りもしてあったよ。アンパンマン。あ、誰かアンパンマン描いてるね。すごいすごい。つむちゃんも描いたよね。ケーキも買えたから一回お家に帰るよ。ねえねえ、待ってるかな。ゲームしてるかな。寝てないかな。寝てはないと思う。ゆのちゃんとも合流。今からお昼ご飯だよ。はいはい。お昼ご飯は2人の大好きなおうどん。何してんのそれ。座布団重ねて背が高くなったってして。ご飯食べてください。こら。美味しい人。お昼の後はプレゼントを見におもちゃ屋さんに行ったよ。あった。あった。あった。ひーちゃん、あった。あれするの。あったよ。ゆのちゃんも一ついいよって言ってもらえたから欲しいものを選んでるよ。やったね。同じもの怖い。選べる選べる。つむちゃんはキュアコスモのお人形とファントミラージュのファントミリスティデラックス。ゆのちゃんは LOL を買ってもらったよ。お家に帰って早速おもちゃを開けるつむちゃん。せーの。ほい。ほ、出てきた。かわいい。かわいい。ゆのちゃんも LOL を開けてるよ。アミクレモンで開いちゃった。さあ、今回当たったのは、なんと持ってるのが当たっちゃったよ。残念。つむちゃんよかったね、キュアコスモ。それ持っていくの。今からご飯食べに行くよ。じゃあ何食べようかな。お子様セットのおもちゃが来たよ。どれにする。悩んでるね。どうするどうする。あ、こんなのもあるよ。かわいいの。いらない。おままごとセット。いらないって。いらないの。さあ、お子様ランチが来たからいただきます。はいはい。あっち向いちゃった。ゲーゲー。ねえねえが卵いるって。卵いる。卵いる。うん。よかったね。おっ。おいしい。おいしい人。はいはい。エビフライはいらないから。エビフライネーネーにあげちゃったね。エビフライ嫌いなの。うん。エビが残った。わー。おっとっとっと。
こと。音の箱についてる。よいしょ。最後はお待ちかねのケーキタイム。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアスーちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう、頑張れ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 、頑張れ、あとちょっと、もう一回、はい、もう一回、頑張れ、頑張れ、みんなと一緒にする。あー、消えた、おめでとう、すごかったね、はーおいしい4歳、いただきます、はい、どうぞ。おじいちゃんおばあちゃんとの一日どうだったかな？二人が楽しそうだなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな、またねー。ひなちゃん、つむちゃん、また見てね。